はい、こんにちは、116インズです。さて、 MLB は先日スプリングトレーニングの開始延期を正式に発表し、オープン戦も最低でも1週間は開始が遅れることとなってしまいましたが、依然としてまとまる気配がない今回の労使協定、特にお金の面で MLB と選手会の溝が大きく、これを埋めるのはそう簡単にいかないだろうなとは皆さんも感じているかと思いますが、一方でいくつか両者の方針が合致しているものもありまして、そのうちの一つが NLA の DH 制の導入ですね。これまで AL のみ DH 制となっていたところ、双方が提示した労使協定案に NLA の DH 制導入が含まれているため、今季からピッチャーが打席に入る姿をほとんど見られなくなることはほぼ間違いない状況にあります。まあ、エンゼルスの大谷選手のような例外はごく一部存在はするにしても、大部分の本職ピッチャーが打席に立つことはもうないと考えると、なんだか少し寂しさもありますよね。ということで、今回はもうすぐなくなるそんなピッチャーの打撃に思いを馳せながら、個人的に印象に残っている選手ですとか出来事を振り返ろうかなと思っています。はい、まず個人的に一番強烈に印象に残っているのが、カブスなどで活躍したカルロス・ザンブラーノのバッティングですね。ザンブラーノは闘志あふれる投球スタイルで2012年までの12年間で通算132勝を挙げるなど、この時代のカブスのエースとして活躍していた印象が強いですが、投手とは思えないパワーあふれるバッティングもまた彼の魅力の一つ。2003年から2012年まで毎年ホームランを最低1本は記録し、2006年に至っては6ホーマー、通算でも24ホーマー放ち、ザンブラーノが打席に立てば何かが起きるんじゃないかというワクワク感がありましたよね。体の大きさから他の打者よりも打者らしさがあり、通算で30回代打起用されていますが、正直全く違和感なく普通のバッターかなと思っちゃうくらいです。あとはピッチャーなのにスイッチヒッターという点も個人的にはポイント高かったですね。はい、続いてそんなザンブラーノに次ぐ通算19ホーマーを記録しているのがダイヤモンドバックスのマディソン・バンガーナー。バンガーナーも左投げ右打ちというところが個人的にたまりませんが、こちらもバッティングの完成度がかなり高かった印象で、特にジャイアンツ時代は普通にバッターとしてカウントされていた節すらあったかなと。2016年6月30日に敵地オークランドで DH を選択できる試合で、ジャイアンツはバンガーナーのために DH を放棄したこともありましたし、また2017年は開幕投手ながら2ホーマー。当然ながらこれは史上初の出来事でした。他にもバンガーナは球界のエースクラス相手にも堂々としたバッティングを見せ、ドジャースのクレイトン・カーショーが初めてピッチャーにホームランを打たれたのもこのバンガーナ。打たれた時のカーショーの嘘だろみたいなリアクションもたまりませんし、なんならバンガーナはカーショーから唯一通算2ホーマー放ったピッチャーでもあります。少しピッチャーとしてはマイナーなところも出してみると、ダイヤモンドバックスなどでプレーしたマイカ・オーイングスのバッティングも個人的には結構好みでした。オーウィングスは投手としては通算の防御率が 4.86 と平凡そのものなのですが、打者としては通算打率2割8分3厘、OPS 8割1分3厘。もうね、それは一流の打者が残す成績なんですわ。特にルーキーイヤーの2007年に打ちまくったのが印象的で、60打数20安打、ホームラン4本15打点、OPS は10割超え。この年は2度4安打を記録した試合があり、8月18日のブレイブス戦では5打数4安打、4得点、2ホーマー、6打点の大活躍。この日は投げても7回3失点と好投したため、一人でチームを勝利に導いた感じですかね。ダイヤモンドバックス首脳陣もオーウィングスのバッティングを生かさない手はないと考えたのか、登板日以外のファースト起用が真剣に検討されたこともありました。続いてこちらは近年で最高のバッティングを誇った投手の一人でしょうね。アストロズなどで活躍したマイク・ハンプトン。ハンプトンはかつて投手として史上最高額の契約を結んだことがあるくらい、エース格の活躍を見せたこともある選手ですが、バッティングも突出してうまく、1999年から2003年まで5年連続でシルバースラッガー賞を受賞。投手でシルバースラッガー賞を5年連続で受賞した選手は例がなく、なんなら5回受賞した選手もハンプトンしかいません。1999年がおそらく最も投打のバランスが取れた年で、この年はリーグトップの22勝、防御率 2.90 を残しつつ、打率3割1分1厘をマーク。その後ハンプトンはロッキーズへと移籍しますが、打者天国なクワーズフィールドで打撃にブーストがかかり、2002年の打率が3割4分4厘。ピッチャーの打撃成績に並んじゃいけない打率ですよね、本当に。まあ、2002年のハンプトンは投手としては防御率 6.15 とひどいもいいところだったので、このバッティングをもってしてもピッチングをカバーできなかったのは少々残念ではあるんですけどね。あとはザック・グレンキーのアスリートぶりも NL 時代は光っていた印象です。
投手としては2009年にサイヤング賞を受賞、シルバースラッガー賞には2度輝いたバッティングのいいピッチャーというイメージがある選手で、昨年のワールドシリーズでは代打で出てきてヒットを放ったのも記憶に新しいですが、ピッチャーらしくないアグレッシブな走塁が個人的には結構好きでした。意外と足が速く出塁した時にスルスルっと盗塁する姿もそうですし、ちゃんとスライディングまでして盗塁したのもなぜか記憶に残っています。で、盗塁自体も結構上手くて、通算9盗塁に対し失敗はわずかに1回のみ。打席では2013年に出塁率4割9厘を記録するなど、ピッチャーとしては卓越したアプローチも兼ね揃え、ピッチングだけではないザ・アスリートなグレインキー。通算10ホーマー10盗塁にともにあと1まで迫っていましたが、両リーグ DH 制によってその夢は厳しくなってしまった印象です。はい、ここからは特定の出来事を挙げていきますが、マリナーズファンとしてやっぱり印象深いのはフェリックス・ヘルナンデスの満塁ホームランですかね。2008年6月23日のメッツ戦で放った一発で、これがヘルナンデスのキャリア唯一のホームランとなっています。しかもこれホームランを放ったのがかつて2度サイヤング賞に輝き、2008年シーズンも後に NL 最優秀防御率を獲得するヨハン・サンタナというんだからまたすごい。2回2アウト満塁で打席が回ってきたヘルナンデスは、サンタナが投じたもしかしたらボールゾーンかもしれないくらいの高さの94マイルの速球を捉えて逆方向へのグランドスラム。体の大きさとパワーは比例するんだなとこの時実感しましたし、ピッチャーでも逆方向打つんだなというところもまた感心しましたね。ちなみにヘルナンデスはこのホームランを放った後にピッチング時のホームクロスプレーで左足を負傷し途中降板してしまったので、満塁ホームランとセットで苦い思い出もついてくる点はちょっと心が痛みます。続いてエース一人で勝つを体現したのが2013年開幕戦でのドジャースクレイトン・カーショー。同地区のライバルジャイアンツとの開幕戦はこの時代ほぼ打つのが不可能に近かったカーショーと、オールスターに3度選出されたジャイアンツの名先発マット・ケインによる壮絶な投げ合いとなりまして、8回までゼロ更新のまま迎えた8回裏、先頭のカーショーがドジャースタジアムのセンター一番深いところへ先制のソロホームラン。結果的にこれが決勝点となると、投げてはカーショーが9回4安打無失点7奪三振でジャイアンツ打線を完封し、ドジャースは開幕白星スタートを切ることができました。大谷選手あたりもそのうち同じことをやってのけそうな気はしますが、これぞエースと言うべき活躍を開幕戦から見せてくれたのはドジャースファンではないですが、非常に興奮した記憶があります。ここまでは割とポジティブな出来事などを振り返ってきましたが、一方でピッチャーが慣れないバッティングをした結果生まれた悲劇もあったのは最後に触れなければならないでしょう。悲劇に見舞われたのは2000年代後半にヤンキースで活躍したワン・チェンミン。2006年2007年と2年連続で19勝を挙げ、チームのエース格として活躍していたワンですが、2008年6月15日のアストロズ戦で2塁からホームインしようとした際に足の大怪我を負ってしまいました。結局この怪我で残りシーズンを全休することとなってしまうと、翌年復帰できたはいいものの、かつてのピッチングを取り戻すことはできず、彼のキャリアを狂わせる大きな怪我となってしまいましたよね。NL のピッチャーならともかく AL のピッチャーはスプリングトレーニングでもほとんど打撃や走塁に時間を割いていないですし、こういった怪我が怖いからこそ多くのチームがピッチャーが打つ際にはとりあえず打席で立つように指示しているんだと思いますが、こういう怪我を見てしまうとピッチャーが打席に立たなくてもいいルールになるのも必然の流れだったのかなと思ったりもしてしまいます。もちろん期待されていないピッチャーが見せるバッティングは思わぬ結果を生むこともあって、今回ご紹介できなかったものではバートロ・コローンの予想外すぎるホームランなんかもそうですが、それはそれでプロ野球の楽しみの一つだとは思いつつも、先ほどのワンの怪我ですとか、そもそものピッチャーのバッティングのレベルを考えたら、両リーグへの DH 制導入の流れは仕方ないのかなと。みんながみんな大谷さんみたいな選手だったらその必要はないでしょうが、まあ、野球の神様みたいな選手をスタンダードにするのは他の選手に酷でしょう。皆さんは両リーグ DH 戦についてどう思いますか？よければコメントで皆さんの思いも教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。